3123回始めます。はい、ちゃっちゃといきますよ。はい、えー、っと、4時過ぎたらやっぱりセミ泣き出したよ。今日ちょっと遅れてるね、4時なんだ、19分か、さっき4時15分ぐらいからかな、セミ泣き出したけど、はい、えー、っと、長野朝日放送からですね、えー、油圧ショベルなど177点盗んだ疑いっていうことで、会社員の男35歳を逮捕ってなってますね、容疑認めてるってことですね、はい、長野市。 はい、長野朝日放送、長野市の資材置き場から油圧ショベルなど177点盗んだ疑いで警察は35歳、会社員の男を逮捕しましたと窃盗の疑いで逮捕されたのは長野市の会社員の男35歳ですとこの男、5月1日から2日にかけて2回にわたって長野市内の建設業者の資材置き場から4トンクラスの油圧ショベル <laughs> すごいね、油圧ショベルや 足場を組むための鉄パイプなど合わせて177点を第三者に運ばせて盗んだ疑いが持たれているということでこの要は35歳の男が第三者を使って、うん、運ばせて盗んだ疑いが持たれているということで、ね、被害総額は325万円相当になりますと男は容疑を認めていて 売却すする目的だったとということです警察は共犯者がいるかどうか余罪を含めて、えー、慎重に捜査してるっていことですけどいやーすごいっていうか本当、まああの建設業者とかねあのー、の方々ねいろいろねその足場組むと時の足場とかねまあ、工具類とかあのー、まあいろいろあります機械ね。うん とかやっぱり資材置き場っていうのはどこの建設業者なんかもねあるんだけどもまあ結構あの戸締まりっていうかねうんあの鍵のかかるあの倉庫みたいなのだけじゃないから何て言うのかなしっかり物を守ろうと思ったらそれなりにお金もかかるからねうんまあ田舎の方とかだとねあの のざらしにしてても盗まれないと今まで何十年もこの状態で盗まれたことないっていうような場所、うん、あの関係者以外ねその場所も知らないようなところに置いてたりするから安全なんだけど最近はもう外に置いてたりあの外のねちょっとした小,小屋とか倉庫だったらこうやってね知ってる人に知られてしまうと盗まれるリスクがあるっていうことだよねもう外にあるものもうだって今のこのチャンネルでねたくさんやったけど。 ね、外にある一般家庭の室外機とかも盗まれるみたいだしそれこそね水道の外にある蛇口とかねあの昔からだけどあとマンホールのふとか側、ね、溝のねグレーチングって言うとあの鉄,鉄の網,網状のものとかねグレーチング盗まれてみたりいろんなもの盗まれてるよね金属製のものなんか特に今金属製のもの盗んでね、あのー、買い取り業者とか持ってったら買い取ってくれるから高く。 だからしかしこの35歳会社員の男やりもやったり177点よしかも自分で運んだっていうんじゃないんだから人使って運ばせてるんだからこれいやーほとんど副業アルバイトっていうかこれがメインの仕事みたいな感じであのただね盗みっていうのはその時のお金に変えればお金になってねその人副収入になっていいかもわかんないけどそ,れその人のメリット10としたら社会がこうぶるデメリットあの迷惑 これ100ぐららいだから本当にグレーチング1つ取ってもマンホールの人 1, 1つ取っても、ね、今、室外機なんか盗まれたらうち私んち、ね、例えばだけど暑くてこの夏過ごせませんよ熱中症で死にますよ命にかかりますよ室外機盗まれたらそれを平気で盗んでいくんだからほんと泥棒、窃盗、迷惑この上ないよね。だから あの犯罪者に対してね人の迷惑考えなさいとか言ったってしょうがないんだろうけどね懲りないんだからうんしょうがないんだけど本当にねあの日本人の一番の特徴よねあの教育の根幹ね昔からの人様に迷惑をかけないっていうことねこれがもう今のね特殊詐欺なんか見てるとそうだけどあの騙してなんぼなんだから人を欺いてなんぼなんだからっていう形でね もうメンタリティ変わってきたかなっていう感じするねうん大迷惑男ですよこの35歳長野の十五 <laughs> 歳、ね、資材置き場から177点を盗んだと、ね、被害総額325万円相当って書いてあるねもうやめなさいって <laughs> 本当に窃盗これはねもうこういうのは 本当だからねあの刑務所の待遇、うんね、囚人たちの待遇例えば鈴木さんとか田中さんとかさん付けで呼びましょうみたいなことになってバカないことはやめろっつうのね本当にそんななんで、ね、懲役行ってる人、うん、刑務所入ってる人さん付けで呼ばなきゃなんないなとか本当どういう改革してんのって改悪じゃないですかそれっていう。あ,あと何あの廊下で 更新させるのをやめましもうバカなのっていう日本本当にで刑務所なんかもう二度と入りたくないよっていう劣悪な環境でいいんですよ本当にそに刑務所にいる人1人ね刑務所囚人あの1年間収容するのに、ね、あの刑務官の人件費とかね土地代とか食べ物とか、ね、お風呂代とか電気光熱費とか布団代とか合わせて4500万かかるんですよ1人うん。 なんでそんなことをそういう人に対して四五百万かけてさん付けで呼んだりしなきゃいけないのかっていうのは私はもう全くわからないけどねバカみたいな解約やめろっていうの本当にねえ400万500万よ一人囚人、うん、経費うん今ね年収200万300万っていうのはざらにいるんだからでその人たちそこから消費税とかね所得税とか払ってるわけで、うん、なんで で罪を犯した人人殺した人レイプした人、うん、特殊詐欺で高齢者騙して何百万何千万奪い取った人に対して年間400万500万かけて収容しなきゃいけないのって話をこんな資材置きかばからね百、あのー、325万円相当177点盗んだっていう35歳の男なんていうのはもう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 、まあ、1年でも2年でもいいから刑務所にぶっこんであのー。 ちょっと辛い思いしてもらった方がいいと思うよ。うん。さん付けでか呼ぶ必要ないから、この男。はい。本当に。という感じですね。今日はちょっと私、きついかな。はい。終わりたいと思います。3123回終わります。ね。長野県、長野市。でね。資材置き場から177点。油圧ショベルとか盗んでんだから。とんでもないやからですよ。はい。捕まりましたってことで。ね。35歳の男。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。